パパパワーねえ知ってる？ツイッターでさダイレクトメール見てる？見ない。いや見てみな。最近さ話してたじゃん、ピットブルーが脱走したっていうやつ。ああ千葉県の？そう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 。このニュース知ってますかってメール来てるよ。おお、こんにちはって。そう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 。YouTube いつも見てます、このニュース知ってますかと。ってことはさ、これ言わなきゃいけないんじゃないのパパ、得意分野じゃないのこれ。だけどあれでしょ、全然見つかって問題なく。そうそうそう、結構おとなしかったって言ってるよ。暴れたりとか吠えたりもしなかったってね。いい子ちゃんだね。何を僕これしてきてるのかちょっとわかんないけど要するに意見を聞きたいでしょ僕に。そういうことなんだろうね、きっとね、はい。うん、6日から千葉県の市川市っていうところで、大型犬ピットブルが、脱走してしまった。なんか動物病院で予防接種かなんか行く時だったのかな。あ、そうだったんだ。そのままなんか逃走して見つからなかったっていう、うん。まあ、でもさ、こういう研修になっちゃうとさ、ニュースになっちゃうよね。いやね、ほんと瞬く間になりましたね、ニュースにね。こういうちょっと飼い主さんがうっかりして、で犬がどっか行っちゃって、それが全国のニュースになって、ヤフーニュースになってね。ほんとなっちゃうのね。ヤフーコメントとかではもうめちゃくちゃ書かれたい方で書かれてしまう。うん、ちょっと悪口のオンパレードですよ。ピットブルっていう犬種は危険だから、人間を噛みついたら離さないとかね。まあまあ専門家の話もあったんだけど、ピットブルってやっぱそういうイメージがすごい先行しちゃってるワンちゃんっていうのは、で闘犬種としてやっぱり品質改良されて戦うワンちゃんとして。今日はやけにおとなしいなベルと思ってたんだけどさ、いや来ちゃったね。いつもこんな感じだった。あ、いつもそのスタイル。カメラ向けダメだ。あ、カメラ向けたらダメだ。スイッチ入るから。あ、スイッチ入っちゃう。タレント系にスイッチ入る。そっかベルも大変だ、付き合うの。そのピットブルは幸いね、誰に噛みつくわけでもなく、おとなしかったって言ってた。その飼い主さんは多分ね、自分家の犬がまさか人噛んだりするっていうふうには思ってないんだろうけど、世間の目は、闘犬ピットブルはね、海外のニュースとかでよく出てる、ああいう犬みたいな感じでいろんな人にこう噛みついて大騒ぎになるのではないかっていう緊張がね、走っていた近隣の、まあ、小学生たちにも、犬に会ったら絶対近づかないで逃げてくださいみたいな感じでこう注意喚起を促されていたっていうところがあった。僕としてはね、そういう犬種を飼うってことはもうそういうこと。ゴールデンレトリバーとかラブラドールとかそういうワンちゃんとかだったらこんなニュースにならないの。それがなんかやっぱりそのピットブルとか、まさにこのドーベルマンになると世間の目が変わってくる。特にピットブルよりもドーベルマンの方がおそらく知名度が高いかっていうと、やはりドーベルマンじゃない。だからドーベルマンが逃げてもあのようなニュースになってしまう。飼い主は僕がね、ベルが例えばじゃあ外に、まあ、万が一逃げてしまったと、ああうちの犬大丈夫ですよみたいな、そんな言われたら怒っちゃうよ本当に。そういう問題じゃないってなっちゃうよね。でもうちらとして感覚は、あうちのベル大丈夫だ、いや外出てもこう人を襲ったりするような犬じゃないからって言っても、向こうはさ、あのバイオハザードなの見てるさ、人間の肉を食いちぎるような犬がこう自分のところに飛びついてきたっていうふうになるから、まあもう相当な恐怖を感じるというね。だから飼い主さんはそういうのを飼っているって自覚をしなきゃいけない。そうだよね、やっぱりさ大型犬を飼うっていうことはそういうことだよね。そういう危機管理は大切だよね。だからまあそういうところを気をつけなければいけないなっていうところで、動物病院で、ね、注射打つ時に脱走しちゃったっていう感覚ちょっと分かんないんだよね。そのままつかないけど、なんで脱走しちゃったんだろう、注射が嫌だったのかな。でもね、動画見た感じだとめちゃくちゃなんか普通に超いい子で、一晩ぐらいの徘徊してたらしい街を。一日あげて、で警察に囲まれて、で警察がなんかお座りみたいな感じで言ったらしいの、そしたらちゃんとおとなしくお座りしちゃって。めっちゃいい子じゃない。めっちゃ棺が入ってて、人を襲う様子もないし威嚇する様子もないから、まあのすごい性格のいい子だったんだなっていう。でまあ、それだけうちのピットブルいい子ですよって言っても、その世間とのギャップがすごい激しいから、大型犬飼う人はここ本当に周りの配慮としてね気をつけなきゃいけない。よくなんかやっぱ言われるのが、散歩とかしてる時にね、リードを突っ張った状態で長くして犬が先に歩いて、飼い主が引っ張られてる状態で歩いてると、これめちゃくちゃ怖いんだよね。いやまあベルのカモの方が怖かったわ今ね。めちゃくちゃ怖い。いつか自分のところに来るんじゃないか、周りのね、その近くを歩いている人が怖くなって。だから我々の大型犬女としての配慮は、もうできるだけもうリードを短く持って、犬を先に行かせないでしっかり横につけてる状態を作って、こっちもやっぱ散歩とかしててさ、すれ違う人がどういう顔してるかやっぱ見るじゃん。見る見る、ね、だって一緒に歩いててもね、人がさこう来たりとかすると、人からベルを遠ざけるような工夫はするよね。そうそうそう、
だから うちらが2人で歩いていたら、もうママがさ、ベルが真ん中に来るように、うん、パパ、ベル、ママみたいなね、人の隣にベルが来ないようにね、うん、はい、またここで言ったらね、パパが機嫌損ねちゃうから、もう喋んないけどさ、うん、だからその僕はやっぱりいつも見るのは通行人の人の顔とか目つきとか目を見て、うわっていう顔してたら左につけてるから、だから自分が左に寄っていって壁側につけて、歩行者はこう右側の方にちょっとこっち取ってもらう、そういうような配慮をしたりとか、遠くからでもさ、うわっ止めるもんないみたいな感じになってる人がいたら曲がるもんね。ね、曲がるよね。そういった配慮をしなければいけない研修なんだなって改めて思いました僕は。そうだね、二次災害とか怖いよね。そうだね、こう例えばこう犬が走っていってじゃれていってるつもりでも、そのドーベルマンみたいな人が猛作業を起こしてパニックになって、例えば車道に飛び出ちゃったとかね、で車に轢かれちゃったりとかしたんです。ベル何も悪いことしてないのにドーベルマンが事故を起こしたみたいな感じになるじゃない、それも怖いから絶対そういうことがないようにこういうワンちゃん飼ってる、あとあるいはこれから飼う人っていうのは気をつけなければいけないなと思う。そうだね、僕は感じました。はい、僕からは以上です。はい、ありがとうございます。はい、ね、またちょっとこんなような感じの質問、なんか、あの狂犬のパパさんはなんかどう思ってるんですかみたいなね、意見聞きたいみたいなこと言ってくれれば、なんかダイレクトメール送ってくれれば、なんか喜んじゃってんじゃない、嬉しいでしょ、だって本当に、ね、嬉しいだってね、もう全然僕で答えるとかだったらそうだね、はい、なんかさ、今日のあなたはすっごく説得力があるよ、うん、ベルが動かない、だからタイミングがタイミングが、今日のベルはちょっとリラックスしすぎじゃない。いや、だけどいいね、ちゃんとするとこんな感じで、あ、そうだぞ、ベルがちょっとやばいんじゃないこれ。ちょっとベル、ねえ、あら、キビはママでした、おいでベル、ベルおいで、ベルおいでよ、ちょっとそんな感じがらめしなくたっていいじゃない。違うんだって、呼ばれてるのが嫌なんだこれ。あ、困ってる、ありがたみ、ありがたみやく、いたいの、ベルおいでよ、かわいそうに。俺がよしって言ってもこいついかないよ。そうなんだ、言ってみなよ、よし